出てきよったで、兄貴。あんなら、また本家の連中じゃ。全員離れ離れになるな。俺のそばに固まったろ。来るで。行くぞ。わしらの敵じゃないんじゃ。こんなん序の口でしょうが、まだまだおるはずですけ。暗号が差し取った場所は造船所のずっと奥ですわ。こっちじゃ、わしについてきて使うさい。
レーターを使いましょう。暗号の場所はまだまだ先じゃが、急ぎましょう。奴らじゃ、遠慮すんな。片っ端からぶちのめしたれ。兄貴たち、先を急ぎましょう。おい、どうなっとるんじゃ。ここで行き止まりか。通路が閉鎖されとる。このままじゃ捕まるぞ。どうするんじゃ。くそ。兄貴、さすがです。くそ、次から次と。兄貴たち、早く来てください。兄貴たちは先行ってて使わさい。わしが足止めしときますけ。松永、お前大丈夫です。全員ぶちのめしたらすぐに追いつきますけ。おれ、お前らの敵はこのわしじゃ。いや、ここは松永の兄貴に任せて先を急ぎましょう。わかった。造船所の下にこんな地下通路があったとはの。おそらく戦前に作られた坑道でしょう。ライトを持ってきましたけ。こいつをつけて使え。しばらく歩きますけ。ついてきて使え。聞こえねえか。Oh!
したもんじゃ。わしらも随分舐められたもんじゃの。兄貴、ここはわしに任せて使わせ。兄貴は高志らと先へ。分かった。おい、我れ。本家の差し金かなんか知らんがの。広瀬一家の頭、舐めとったらいけんど。わしの玉は取れたけ。 待ち構えとったか。どうしても秘密をばらされたくないようだな。いいぜ。止められるもんなら止めてみろ。俺は何人相手だろうと構わねえ。本物の極道ってやつをお前らに見せてやる。 Yeah!